れた玉田で、はいはいはい、で皆川と岡村ね。同じ学校なの？あ、小中とみんな同じなんですけど、高校は彼だけ別です。はい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 、はい、で、まあ、3人仲良く今でも遊んだりとかしてて、はい、で、その変顔が得意だっていうのは今度は誰だ？あ、彼です、皆川です。あ、皆川。あ、はい、あ、そう。これは何、やっぱり玉田から見ても面白い？本当に面白くて、もう小中高ともうずっと僕たちは同じなんですけど、うん、本当に笑わされてばっかりです。あ、そう、皆川の変顔に。でもなんかこう、うん、あの普通の素顔はすごい面白い顔ってタイプじゃないから、うん、そこからの跳ね率があるってことでしょうね。そうだな、ギャップがな、なんか大人しそうだもんね、一見な。あ、そいい、ちょっと見ながら。その件なんですけど、うん、ちょっと彼最近自信なくしちゃって変顔ができないという状況で。変顔ができない、はい、スランプですか？なんでなんで、自信なくして何かあったの？あのちょっと事前に、番組スタッフの方々に、変顔を見てもらったんですけど、あのびっくりするぐらい滑っちゃってスタッフ、ここにいるスタッフさんたちの前で、みんな静かになりましたで、なんかいや、まあ我々もいろんなスタジオ行くけどね、ここのスタッフほどその笑い声に関してガチのスタッフいないから、ね、まあ彼が言ってたのは、そのオードリーのお二人に勇気をもらいたいとのことで、勇気をもらいたい。勇気をもらいたい。みなが、どういうことよ、それは、勇気をもらいたい。あ、だからちょっと僕じゃ全然受けなかったんで、うん、一回ちょっと春日さんに、変顔してもらって、うん、で、僕に自信をつけてほしいなって。まずそもそも私が変顔やってなんでみながの自信になるの？構造、それよく構造がわからん。いや、だからどういうこと？多分だけど、自分より下のやつを見て会場の感じ見ることで自信がつくみたいなことだと思うのよ、多分。ちょっと待って、俺でもいけるわみたいな。で、なえ、そういうことは今若林が言ってたことと同じこと？はい、そうですね舐められたもんだね。なるほど、なるほど、そういうことだ。私がやったら自信になるわけ？あ、多分なりますね。うん、じゃあ行きましょうか、うん、変顔ね。いや、ちょっと待って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 、どう、みんなが自信がどうついた？あ、だいぶ自信つきましたね。どのタイミングだよ、どのタイミングで自信取り戻したの？だからその、ま、目の前でそれで飯食ってる芸人前にして、あ、その程度かってみんなが思って、じゃあ俺もいけるわって言うしな。じゃあそんなコメントに言うんだったら、じゃあやれるな、もうな。あ、やれます。じゃあちょっと見せてもらおうじゃないかよ。じゃあ行きます、うん、行こうよ、うん。なんかこれああ、なるほど。ほんと玉田の言う通り、皆川の方がちょっとだけ面白い。いや、本当に玉田の言う通りだわ。あ、そんな顔になれるんだね、皆川は。でもちょっとまだまだいけます、彼は。まだいける。もう一段階ある。もう一段階いける？みなが、あ、いきます。うん、ちょっと待ってもう顔じゃねえ。玉田すげえ笑ってるお前、玉田、お前ちゃんと正面で笑ってるか、それ。この空気で笑ってるんじゃないだろうな。本当にもう慣れないですね。本当面白い。イッチいける？やりませんよ、やりません、絶対やりません。なので絶対やりませんよ、私も絶対やらない。ここは守りますよ。これやったら皆川どうよ、自信に、あ、なりますね。そうだよな、はい、繋がるよな。本当にやだ、うん、我々のためじゃなくて、その皆川のためにやってよ。こう順番にやってってさ、岡村から皆川、玉田でこうやってって最後やって、それでもう終わろう。終わろう。いや、岡村ちゃんがこう、あのビウェーブみたいな感じでね。そうな、皆川ウェーブっていう名前つけてこれこうウェーブしていこう。で、一ノ瀬君がやってはい、ありがとうで帰ろう。ありがとうで、みんなで、で、みんなも自信つけて帰ろう、うん、それでいいじゃない、うん、はい、いけるか。本当に大丈夫です。頼んだぞ。何これ。よし、行こう行こう。わかりました、順番に取っちゃおう、うん、順番にですよ、はい。じゃあ、みんなウェーブスタート。よし帰ろう。やっぱ悔しいのが1位が一番面白かったな。